トンズラご飯は,んは吉本雄一による日本の漫画作品。ウェブコミック配信サイト漫画ボックスにて2018年9月26日から2019年9月25日まで連載された。作中で主人公達が訪れた店などは実在するもので、作中に店舗紹介が描かれている。ただし、第5話の店は殺人事件に関わるものなので、 架空のものであることが作者のツイッターで明かされている。日本有数の名家の霊上である大学生の小ミ紗良は代理士の息子との婚約が決まり、順風満帆な日々を送っていたが、ある日彼が何者かによって殺害された上、狂気からさらの指紋が出たことから、身に覚えのない婚約者殺害容疑をかけられてしまう。 警察が来る前に何者かから逃げるよう電話がかかり、それに従って逃走したため、釈明の余地なく全国指名手配の逃亡犯に転落したサラは、逃走の最中に、成りゆきで、ラーメン屋に入ったのがきっかけで食べ歩きに目覚めて、以降、なおも、全国各地のご当地グルメを求めて駆け回るようになる。捜査本部が置かれている、警察署。 刑事課留置所逮捕されたサラが拘留されていた警察署内の留置施設。産経新聞社編集委員のアビルリュウヒは自身のツイッターで口頭無形な設定のようでトンズラご飯はいい、面白い、脇役もいいと本作を絶賛した上、楽しみにしていたのに、電子書籍だけとは、これはなかなかよくできた作品だったのに打ち切るとは、どうしてだろうと単行本第4巻が、 電子書籍のみで刊行されたことと本作の終了を惜しんだ。ありがとうございます。